琉球場賞は、南アジア東部、東南アジア北部、及び中国南部原産のバナナの野生種である。マレー山マ場賞ともに、現代の栽培品種のバナナの祖先種である。イタリアの植物学者、ルイジアロイシャス・コリッタによって1920年に、初めて科学的に記載された。青々とした葉が塊になって育ち、ほとんどの栽培されているバナナよりも直立性である。 花は赤色からエビ茶色の花房中の育つ。果実は青色と緑色の間である。果実に含まれる種子のため食用に適さないと考えられている。野生のバナナは調理されたり食されたりしたと想定される。さもなければ農業専門家は幸い品種のバナナを開発してこなかっただろう。種子を抜き取ったムーサ・バルビージアナの果実はフィリピンでは仏 タイでは、クルアイターニーと呼ばれる。タイでは葉を、包装や、工芸のために使う。自然の炭ため結果性クローンは、倍数性によって生じ、食用バナナを生み出す。この例が野生のサババナナである。種商業バルビージアナは、イタリアの植物学者、ジョバンニ・バッティスタ・バルビスへの懸命である。ありがとうございます。